Hey, you guys, welcome back to Christmas Room. 今日もね、楽しくこのアウトプットについて勉強していきたいなと思っております。でね、先週のビデオでそのアウトプットの哲学、なぜアウトプットが大切なのか、やっぱり人生を変えていきたい、ね、副業をしたいとか、ね、仕事を変えたいとか、ね、人間関係を良くしたいってなったら、ね、まずどうやったら人間関係を良くできるのか、ね、どうやったら起業できるのか、どうやったら収入を上げることができるのかとか、いろいろ学んで、今度実際にこれをアウトプット、実践しないといけないんですよね。 この実践するときにどうしても、この、なんか、ゾッとする反射的な恐怖っていうのを感じる方がいっぱいいらっしゃると思います。僕もそうです。なんか大きいプロジェクトを動かすとか、ね、特にこの心のブレーキがあることについて、なんかのアクションを取ろうとすると怖くなって、うわーってなっちゃうんですよね。ねこのビデオでは、本当に6分で、その、 反射的に感じる不安、恐怖、感情を外していく方法、具体的なあの方法、脳科学的にね、あの使える方法を今日シェアしていくんですけれども、ちょっとね、その前にですね、ぜひこのアウトプットにもっと勉強したいなっていう方は、ぜひ先週のビデオを見ていただければと思います。All r i g h t それではね、今日もスライドを使って、キーノートを使って楽しく、このレッスンをやっていきたいなって思っております。なので、キーノート、スタート はい。という感じです。Alright. So, YouTube Webinar クリスズルームアウトプットのトレーニングのナンバー2です。でね、今日の具体的な方法を学ぶ前に、やっぱり僕たちは、その、モチベーションのファンデーションというのを知るとすっごいあのいいと思うんですよね。役に立つと思うんですよね。なぜ人は動くのか。なぜ人は動けないのか。 ね、これはよくです、ね、その自分がやる気がないんだ自分が悪いんだって思っちゃう方がいっぱいいらっしゃると思うんですけれどもやっぱりね本当に最新の脳科学的なデータ本当に2020年に大きくあの変わってきた新しいデータがあるんですよねでそれはこの脳科学的にですねパラ・サンパテティック・システムとサンパテティック・システム えと副交感神経と,、えー、と交感神経っていうのが体の中にあって、そのドーパジックシステム、ドーパミンを使っているシステム、ね、動くって、人間が動くっていう体の中の本能的、ね、反応的な、この、ous, uh, the, the circuit、ね、動きがそのあの脳科学的にあるんですよね。でもう一つはこのリラックスするっていうのがあるんですよ。 ね、でよく考えてみると私たちが何か行動する時、ね、アウトプットする時はですねこの リラックススする体のシステム副交感神経を使っていないいんですよね副交換神経っていうのは例えば寝ている時とか瞑想している時にアクティベートされるあの体の神経のシステムの、ね、なんですよねだからその瞑想している時に体がもっと心拍、ね、あの心臓のスピードがもっとリラックスになってあの消化体の消化が良くなるとか、ね、コルチゾールが減ってきてもっとそのセロトニンとか、ね、幸せホルモンが流れてくるっていうわけなんですよね。 で、よく私たちは、このストレスは悪いんだっていう勉強を、この過去の20年ほどは受けていると思うんですよね。でも、事実はそうではなかったと、ね。これが本当に本当に、あのね、えー、と、ごめん、博士の名前は、アンナ、アナ、ごめんううう、ラストネーム忘れちゃったんだけど、あのこのドーパミネーションっていう本がですね、リリースされて、本当にこの最新の研究によると、ストレスは実はすごいポジティブでもあるんですよね。でこの ストレス、トレこのバランスっていうののが非常に大切なんですよね。このストレスっていうのは実はいいことなんですけれどもストレスをずっとなんかストレスのアクセルをずっと踏んでいると体に悪いことが起こるでも実はこのストレスっていうのをうまく自分でコントロールして使えるようになると自分が理想のように行動できるように近づいていくわけなんですよねねこれあの前回も説明したんだけど、ね、これはトレーニングだから、ね、筋トレみたいな感じで脳のトレーニングを行うので ね、いきなりうまくいくっていう感じじゃなくてちょっとずつえ毎日とかで、ね、練習を続けていくとね腕立て最初5回しかできないんだけど今度20回できるようになるそういう感じで自分のコントロールが自分でコントロールできるようになりますねなのでこの大きいねパラダイムシフトねあパラダイムシフトって言ったらわからないかもしれないんですけれども例えばスティーブン・コービー博士 の7つのつ習慣っていう本にも書いてあるんですけどその自分の人生の見方どういう視点から人生を見ているのかっていうのが大きく変わることがパラダイムシフトなんですよねだからおそらく皆様が育った環境で多い普通の,パラ普通の,あのやる気モチベーション行動についての視点っていうのはね自分抵抗感を感じるんだけど アクセルをを踏み続けけてててやるるる気を上げないといけないいいると思いいいいいととっっっ思思方がぱます私はできないもっとやらないといけない私は動かないんだっていう、ね、でも実は脳科学的、ね、その脳の本能を使って自分の体に、ね、ポジティブなストレスっていうのをかけれるようになると自分は動くんですよねでもちろんこれ本能的なサポートっていうのもついてて一つの動き一つの 勝利ですよね自分が狙っているアウトプット、ね、自分が目的に近づくっていう一歩をつけると、なんと頭の中ではテストストロンがリリースされて、テストストロンの量が高くなっていくと、この挑戦するっていうのが気持ちよくなるんですよね。ねこれ、すごい大切なことなので、もう一回言わせてください。ね、今日はちょっと脳科学もも勉強していくんですけれども ね、やらないといけないことがあってそれをうわーもうやるぞみたいな感じでグってたまにねスーパーサイヤ人みたいな感じで、ね、もうコミットするぞってなるじゃないですか。ね、何が起こっているのかっていうとこれは脳の中のこの交換系システムの戦うか逃げるか反応の戦うっていう部分をアクティベートされているんですよね。 ね、これもうちょっとあとです詳しく説明するんですけれども私たちの第二の脳ねこのね爬虫類の脳動物的な脳人間的な脳っていうのが、ね、大きく三つに分かれているって言われているんですけれどもその第二の脳の変動体に入ってくるねその逃げるか戦うか反応っていうすごいあのサバイバルメカニズムにすごい近い僕たちの体の中で最も強いぐらいのサバイバルの本能があるんですよねでこれでかかっていくぞ獲物をゲットする例えば僕たちの体っていうのはハンター ハンター、ハン,ティン,ハンターガーダー、ファーマーではなくて、ハンターじゃな,じじゃなかったですか最初は。ね、だから、獲物を取りに行く。ね、だから、この獲物を見つけて、自分が獲物をコミットするぞって言ったら、これを体が手伝ってくれるっていう神経の,、ね、神経のシステムがもうすでに私たちの体にはあるんですよね。実はこれ、すごい意外と簡単にアクティベートできるんですね。 ね、同じような感じでこの「逃げる反応」って本能っていうのもあるじゃないですか。ね。セイバートゥース・タイガーが出てきたら俺は逃げるぞって。 ね、その、ね、上司からなんかビクっていう変な目線が飛んできたらぞって感じて怖くなっちゃってなんか逃げたくなるね耐える逃げられないから耐える戦うこともできないで実際にコルチゾールとかねエピネフェリンアドレナリンがリリースされて心拍が上がってきてね実際に血液が筋肉のと中で特に足とかね大きい筋肉の中に血液の流れが大きくなるんですよねこれは本当に科学的な事実 ね、だからでも実際に上司がただ単に機嫌が悪いとかなんか全然別のことでもやもやしてるかもしれないんだけどあなたにちょっと目線をね与えることに見ることによって自分がこの「あセイバートゥースタイガーが出てきたやばいぞ」ってなって怖くなっちゃうんですよね同じような感じで私はこのやらないといけないことこのアウトプットすることこのゴールにコミットするぞってなると同じような感じで実は私たちの頭の中にストレスホルモンがリリースされて心拍が大きくなって で,でアドレス、アドレナリンもリリースされて、ドーパミンもリリースされて、で、今度、あの心臓が、ね、ドキドキして、血液があの消化の、ね、エネルギーをなんか動く、戦うっていう感じで、体がセットアップ、自然にセットアップして、チャージしていくことができるんですよね。ねで、実際に勝つと、ね、ちっちゃいことでもいいんですよ。例えば、朝起きて10分の,あの、ね、運動をするとか、ね、散歩するとか。 ね、5回の売れたてをするとか、ジャーナリングやるとか、ね、分かります脳、no、は、ね、現実的に自分のやらないといけないことが、ねその鹿をね鹿、鹿という鹿とかウサギの獲物をゲットするっていうことと、ね、朝10分の運動、違いが分からないんですよね。脳、no、は違いが分からないんですよ。でもシステムはアクティベートされるんですよね、自分が決めることによって。ね、でこの1回の回勝利が、ね 感じること1回の勝利ができると、例えばこの獲物、ね、例えば僕の獲物はウサギじゃなくて、ねそのだ、例えば朝起きたらその10分の運動をするということにしましょう。ジャンナリングでもいいんだけど、10分の運動ができましたってなって、よっしゃってやるじゃないですか。すると、同じ感じ、その時にテストストロンがリリースされるんですよ。これ、すごい面白いことです。ね、テストストロンがリリースされると、何が起こるのかっていうと、この、ね、戦うか逃げるか反応、ね、扁桃体を。 がメインになっているこの戦うっていうのに lean in ンンね逃げるっていうのは lean back なんですよね lean out でも lean in ンンっていう形でもっと挑戦したくなりなりもっと挑戦したいって体がなるわけなんですよ自然に体が。 ね、だから筋トレで体が大きい人たち見るとねこれワークアウトやって普通の人だったらワークアウトあんなに筋トレしたくないよって思うんだけどそういう人たちはよっしゃーみたいな感じでワークアウトやってよっしゃー明日もやるぞーみたいな感じになるじゃないですかごめんね今ちょっと <laughs> 僕の電話がチンチン,ン,ンってなっててちょっとこれをえー、っとすいません OK 失礼しました、right、なのでその筋トレをやっている人とかもよっしゃーって言って筋肉が大きくなって辛かったんだけど気持ちよかったみたいな感じでよっしゃーまた明日ジムに行くぞみたいな感じで,、ね、なでまた挑戦するじゃないですかで実際に、ね、筋トレを,をしている時にねテストストロンっていうのももっと流れてきてアドレナリンとドーパミンも流れてきてまた筋トレしたくなるっていう感じで自分本能的に ね、もっっと挑戦したいななるっていう感じなんですよね,ねだからもう一つあるのは UFC とかの,あのボクサーとかもそうなんだけど空手,空手家とかセルフディフェンスやってる人とかもそういうマッチがあるじゃないですか野球部もそうだよねテニスもそうだと思うんだけど、ね、スポーツ全体的に、ね、例えばボクサーでよしマッチするぞって正直言って、ね、誰もボクシング誰かと戦いたくないじゃないですか正直言って普通は何怖い怖い怖いって。でも これをやりたいっていう人たちも実際にいるわけなんですよね。ね。そのゴールに勝利を欲しいって。だから本能的にストレスホルモンとか、ドレソリン、エピネフリン、テストローションがドク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 流れてて、よっしゃ、かかってこいやってなるわけなんですよ。で、面白いのは、実際にボクシングマッチでバンバンやってて殴られるじゃないですか。で、バーンとこれ鼻が折れるとか、ね、歯が出てくる、血が出てくる、出血している。でも本人は、 構わないかかってこいやもっとやってやるっていうなるわけなんですよね,ね。ストレスホルモンがこの痛みを痛みのレベルを実際に減らしているわけなんですよ、ね。このストレスホルモンが戦うホルモンがドクドクドク体の中で流れていると叩かれてて出血しているんだけど鼻折れてるかもしれないんだけど骨折れてるかもしれないんだけど かかってこいやってなるわけなんですよ。でもマッチが終わったらめっちゃ痛くなるんですよね。ね同じような、ね、だからこのシステムが、ね、皆さんの僕の体もみんなの体にあるわけなんですよ、ねで。これをアクティベートするとアウトプットがめちゃくちゃ楽しくなる。辛いかって言ったら辛いですよ。でも、 かかってこいやみたいなバトルモード、侍精神みたいな感じで好きになれるようになるんですよね。なので、ちょっと想像してもらいたいんですよ。今僕が言っている、このアウトプット、ね、心のブレーキを外すとか何でもいいんですやらないといけないことに挑戦するっていうのが好きになれるようになって、実際にそれができるようなスキルとして、ね、本能ですからね、体があなたを応援してくれる。これが、このスキルを身についたら、自分の人生が10年後とかどのぐらい変わっていると思います ね、すごいできる人に変わりますよね。ねで、このやり方は、やる気が欲しいな、罪悪感っていう、そのやり方じゃないんですよね。ねなので、ちょっと最初に、ね、どのようなモチベーションの種類が実際にあって、私たちはどのようなモチベーションをいつも選んでいるのかっていうのを、ちょっとスライドを通して見ていきましょう。a l right.So, output training number two, ウェビナー number two です。で、 あの日常生活のモチベーションの種類っていうのがちょっと,ちょっと下見にくいかもしれないなこの罪悪感ワクワクだらだらやばいことが起こるっていう感じで書いてあるんだけど見えるかな ?OK で普通の場合は僕もこういうこれが本当にね何十年も30年ぐらいやってたのが罪悪感をモチベーションとして使おうとしてたんですよね罪悪感を例えば家の片付けができてないとか何かやらないといけないことがある手紙 E メール書かないといけないみたいな。 ね、この罪悪感っていうのは実はこのモチベーションの種類の中ではすごい低いやり方なんですよね。ねで罪悪感を感じたら人が動くかって言ったらそうでもないわけなんですよ。なのでこの罪悪感を使うっていうのはあのすごい、ま、もっともっといい方法があるんで今日紹介したいと思います。でもう一つ の方法はね。これ100%っていうのが一番強いやつだったら75%行くぐらいのはワクワクなんですよね。で、このワクワクっていうのはちょっと深いんですけれども、ワクワクはこれホルモン的に言うとドーパミンですよね。別にドーパミンね。このワクワク反応っていうのがあって、例えばその facebook をね。朝起きて Facebook 見るとかニュースつける人はその何が起こるのかわからないわけなんですよね。 ね、だからちょっとギャンブルみたいな感じなんですよ、パチンコに似ているんですよね、今日当たるかもしれない、Facebook でなんかすごい、Like ボタンがいっぱいついてるかもしれない、ニュースでなんか悪いことが起,きなんかが起きてるかもしれないっていう、それがこのドーパミンの,そのホルモンがパクパクってリリースされているわけなんですよね。だからこれ、本当のことで、例えば、あのね、そのあのドーパミンっていう、ね、いつものレベル、ね、この、ね、プラマイゼロのレベルがあって、朝起きるじゃないですか。そ、ね、そうすると例えばそのね ドーパミンが、ね、3滴から5滴ぐらい普通のレベルで、ね、流れているとでも朝コーヒー飲みたいとかニュース見たいってなるとこれが100レベルに行くわけなんですよね百ね,ねちなみにそのビデオゲームやるとか、ね、ヘロウィンとかメッとかすごいデンジャレスなドラッグも面白いんですよ ね、普通のレベルが、ね、本当に3から5ぐらいだったら、ね、そのヘロウィンやりたいとかになると、1000から1500ぐらいに上がるんですよね。ものすっごい欲しくなるわけなんですよ。ね、で、面白いのはこの、特にあの激しいビデオゲーム、ね、このバトルロイヤルとか、ね、すごいなんか動きが、反応的に速い動きのみたいなあのビデオゲームやるときも、ね、場合は1000から1500、ハロウィンぐらいに上がるっていうあのデータもあるんですよね。 ね、だからこのドーパミンっていうのが自分を動かしてくれるんだけどこのドーパミンとテストステロンをマッチしていくような感じの行動を身につけられるようになると全然違うレベルになるんだけどこの,ワクこの普通のワクワクですよね普通のワクワクだけっていうのはこれはよくあるのは一時的でで終わってしまうんですよね例えばその何ヶ月キープすることができない。ね、で皆さんこのビデオを見ると どうやったら何ヶ月キープできるのかっていうのがちょっと見えてくると思うんですよね。またそれは別のアウトプットのもうちょっとアドバンス的なビデオになってしまうからなんですけれども、あのポイントはわかると思うんですよ、ね。でも普通の方がなんか挑戦ワクワクするっていう感じで、よっしゃーってなると、ね、モチベーションは高いんだけど、キープすることができない。で、よくあるのは怖いことが出てくるとワクワクがキュッて減るんですよね。 あやばいことが起こるかもしれない人からバカにされる例えばね副業をスタートしたいっていう方がなんか企業をスタートするじゃないですか副業をスタートするためになんかフェイスブックとかインスタグラムでライブをやっていてで今度その上司がなんかそのフェイスブックを通してそのライブを見てでその方にね君ね副業はこの会社で禁止されてるんだよみたいなこういう悪いことが起こる本当はチャレンジなんだけどねあーってなると怖くなっちゃってワクワクがもう一瞬でなくな,くな,くなるわけなんですよねね。 壁に当たるとワクワクは止まるわけなんですよ。ね、普通の場合はね。普通の場合は。OK。でもう一つ、えーと、やっぱり僕たちがいつも使っているのは、 このダラダラっていうのがモチベーションとしてすごい高いんですよね。で普通の場合は僕が思うのはこれはうまく使えてないと思います。ね、これはあの、えー、とプロラクチンあのプロラクチンっていうホルモンに大きい関係があって、まあ、セロトニンのリリースとかも入ってくると思うんですけれども、まあ、簡単に言うと普通の場合は私たちの人間が、ね、本能的にいつリラックスするかっていうと獲物をゲットしたあとなんですよね。ね だから、のの人間の本能的に古いサバイバル、何万年、何億年を生きているこの脳の,この体、生き残るという形でやっぱり私たちの体はそのうさぎをゲットする鹿をゲットするみたいなその鹿をゲットしてたくさんの努力をしてやりたくないんだけどこれを乗り越えてこの勝利を得た後にこのねあのにプロラクテンプロラクチンとかセロトニンがリリースされるわけなんですよね。 でも今の時代はね、そのエフォート、エフォートっていうのはエネルギーを使う。努力しないでも、このゴールにたどり着いたっていうことを、マジ、本当に5秒でアクセスできるんですよね。例えば YouTube でね、アニメを見るとか、ね、ネットフリをつけてぼーっとするとか。 ね、すぐなんかめちゃくちゃおいしいものをケーキとかいっぱいねなんか運動しないんだけどケーキいっぱい食べていっぱい食べまくるとかラーメンいっぱい食べまくるんでやっぱりそれ気持ちよくなるわけなんですよ。ね。でこれも一つそのいやミスマッチしているっていうか。 本当は努力して目標にゲットした後にこのダラダラっていうかこの、ね、リラックスするっていうのを入れるとすごいいいバランスができるんだけど僕たちはこういうトレーニングを受けていないから、ね、で本当にインターネットの変化があるからもういろんなところから今すぐリラックスできるっていう感じができるんですよね。 だからそのよく自分の生活の中で今だらだらしたいなって言ったらこれもあのホルモンなんですよね。でちょっとプロラクチンねプロラクチンっていうのはそのあの女性があの子供あを妊娠して、ね、であの子供を産んだ後にミルクがね あのミ,ルクミルクが流れるじゃないですかこれプロラクチンなんですよねでちょっとあの余計な話で面白いことなんだけど例えばその男性がその女性のパートナーがいてでその女性が妊娠するじゃないですか、ね、するとその女性が、ね、奥さんとかそのパートナーが妊娠するとその男性も実はこのプロラクチンがあのもっと流れやすくなってもっと流れてくるんですよねだからよくそのあの妊娠すると男性が太るじゃないですか これプロラクチンが男性あの増えてくるとこの行動力が減るんですよね行動力が減ってくるんですよ、ね、なのでこの奥さんが妊娠すると男性もちょっと太ってってでちょっとダラダラっていうか、ね、行動力が低くなるっていうには実はこれはあのあのなんかあの正しいあの科学的な理由はその子供を産んだ後に夜 眠れなくなるじゃないですか、ね、そのためにそのためのエネルギーを蓄える蓄える、用意するために脂肪が増えていくっていうのがあの正しい説らしいんですよね結構この本能的サバイバルメカニズムっていうのはすごい すごいことなんですよね。ね。これを理解、このような感じでホルモンバランスとか、ね、自分の本能っていうのを理解できるようになると、今度行動するときに、普通の、あ、やる気が出ないな、みたいな、この 2D のレベルから、3D のレベルになって、OK、なんで出ないんだろう。あ、これが、これとこれを、これとやっていないから、逆にこれを続けていたから、やる気が出ないのは普通だよねっていう感じで、この罪悪感を捨てて、この成長型マインド、グローフマインドセット、ね、成長型マインドセットで、ね、自分の行動を 変えていくことによってれギャランティーなんですよ。ね。あ、あの、あれじゃあちょ,ちょっと戻って。ね。OK。で、面白いのはね、いろんな種類があるんだけど、このやばいことが起こるっていうふうになると、人はめちゃくちゃ動くんですよね。そうですよね。やばいことが起こるぞってなると、ね、人は動きます。 ね、だからこのねよく考えてみるとねやばいことが起こるぞっていうことになると人は一番動くんですよね,ねだからどんなに罪悪感ねワクワクダラダラっていうのを感じていてもピンチになったら人は猛スピードで動くんですよあなたもそうですよねこれアクセスしたことありますよね,ね例えば会社のデッドラインがあってね であやばいこの作業を終わらせないとクビになるとか、ね、クライアントから怒られるとか、クライアントのミーティングの前に、ね、プレゼン資料を作らないといけない、当たり前に動きますよね。だから自分もアクセスしてるんですよね。これをコントロールできるようになるためのレッスンがこの、このビデオなんだけどね。ね本当に、ね、ミーティングがあるときに、ね、動いたり、ね、だからどんなにだらだら生活していても、生活費がなくなるっていうピンチを感じたら、なんかバイトをしたりとか、ね、動き、人は動くんですよ。 ね All right、なので、ね、いろんな動き方っていうのはあるんですけど一番人が動くのはこのやばいことが起こるぞっていう時なんですよね。でやばいことが起こるぞっていうのは何でこんなに人が動くのか、ね、本当にやばいことが起こるぞってなったら ね、僕たちの心拍,心,拍心臓の、ね、スピードが上がってきて血液がなんか流れてきて、ね、で本当に体自体が動きやすくなるように変わってくるわけなんですよ。 ね、この交換系システムを使用して、このシーケットっていうのがあるのね。やばいことが起こるぞってなると、ね、返答体がこの逃げるか戦うか反応の本能的にやばいぞ、動かないといけないぞってなって、ね、やられるぞ、やばいことが起こる、死ぬぞってなって、ね、恐怖を感じていても人はパッて動けるようになるわけなんですよね。ね。<All right. S 1> で、この時に、 実はやばいことが起こるぞっていう時に不思議な画面があるんですよね。特に自分の目標、自分がアウトプットする、学んだことをアウトプットして、例えば起業すると。で起業して YouTube を始めるとか、なんか新しいビジネスのコーチング始めるとか、その時にでももしかしたらうまくいかないかもって。そうすると止まっちゃうっていう時もあるんですよね。これ不思議なことなんですよ。なのでちょっとこれを説明させていただければと思います。 Right. So, やばいこことが起こるの不思議な、ね、このコインの反対側フリップすると動くっていうのもあるんだけど止まるっていうのもあるんですよね。よくあるのは自分が本当に望むことを選んで、ね、行動しようとすると悪いことが絶対起こるって感じで行動が止まってしまうんですよね。ね例えば本当は断りたいのに、ね、断るとやばいことが起こるから絶対に断らない。 ねこれよくあるじゃないですかなんか会社とかねあの学校でもあると思うんですけれどもね会社でこの仕をやってくれって言っていや,やりたくないんだけどって断ろうとするんだけどいやでも断ったらねそれルール違反だよね会社的にダメだよねとかクビになっちゃうよねって言って断られないんですよねでこれが永遠に続いてしまうっていうサイクルねよくある話だと思いますね本当に断れない人になってしまうというか断れない環境から抜け出すことができないね僕が日本にあの住んでいた時に一回あったのはその会社で仕事が 時時時ととかかかに終わわってもななななぜかかららいいいいんんででですすけけどま残よねで僕はちょっとそっと立って出ようとすると全員がジローってなんか僕のことをギローンって見てなんかなんか出ちゃいけないよみたいなことがあるんですよで怖くなっちゃってでまた座って失礼しましたみたいな感じで作業に戻るみたいな感じなんですよね ね、望んでいることがある本当はもう仕事が終わって会社にいなくていいんだけど出ようとすると「おっ!」ってなっちゃって怖いって、ねのね、逃げちゃだめだよねってなって残るとかよくあることですよね。 ね、だからあ、うん、会社の仕事を頼まれて断ると悪いことが起こるから断れないこれ断れないは結構日本,日本では結構大きいテーマだと思います。あの日本はカルチャー的に断ってはいけないやっぱりその日本の文化を見るとその今は違うんだけどその明治の前とかはあのクラスがあった。 じゃないですか、ね、だから農民クラス、侍クラス、大人様クラスみたいな感じで農民で生まれたら侍が言っていることを聞かないといけない、ね、引っ越しもできない、ね、ずっとなんか辛い環境で働かないといけないで、それを断ったらもう実際に殺されるみたいなすごい事態がありましたよね。あのねなのでそのやっぱその このね、本能的に断ってはいけないっていうのもあるし、やっぱりその親が子供に伝える、あんた大人様がいたらこういうふうにやっちゃダメなんだよとかね、ね、これが明治になったら先生が言ってることをちゃんと断っちゃダメなんだよって、で、昭和になったら、ね、会社が言ってることを断っちゃダメなんだよって、こうやってジェネレーション、時代を通しても伝われているっていうこともリアルにあります。考え方として。で、現実的に断ったらどうなるのかって、ね、過去の場合だったら殺されるとか、破門されるとか、ね、その破門されるっていうのは、ね、殺されるっていうのは、 サバイバル的には体が望まないことなんですよね。体は辛い経験を通しても耐えて生き残る方がいい。ね、なので、ね、破門されるとか、ね、仕事でクビになるとか、ね、からかわれるとか、いじめられるとか、それは本能的に私たちがあの望まないことなんですよね。ね考えて論理じゃなくて、やっぱり感情的にリアクションがその脳のドライブみたいなのがあるんですよね。 ね、だからこのやばいことが起こるの不思議な画面で企業を学ぶ、ね、よくあるアウトプット、ね、例えば収入を上げたいとか今の仕事を変えたいもっと自分に合う仕事をやっていきたいとかあの今だったらおそらく Zoom ですよねそのポストコロナの働き方革命で毎日なんか1時間半の通勤をして。 で東京とか大阪とかでなんかあの働いてで夜終わって9時とかに仕事が終わってまた1時間半の通勤をして家帰ってくれっていうこれが何十年続くっていうのがもう変えたいとねだからちょっと地方とかちょっと自然があるところに引っ越ししてねあの働いたりとかねまたは副業をやったりとかねそういう起業するとかねねそういうことなんですよね。でもそういうい で例えば、そのいうことでいろいろ学んで,で、企業系の場合だったら、ね、企業を学ぶんだけど、ね、スタートするっていうのを考えると、反射的にゾッってなっちゃって、もう動けなくなっちゃうっていうんですよね。だから望んでいることがあるんだけど、もしかしたら破門される、もしかしたら失敗されるっていう、この部分がアクティベートされて、ゾッってなって止まっちゃうわけなんですよね。わかりますよね、これは。 ね、だから、ね、ここのセクションのポイントはやばいことが起こるっていう時に、ね、この人は動くっていうのもあるし人は止まるっていうのもあるんですよね。だからこれを忘れないでください動くこ,のこ,のこれをうまく使えるようになると自分を動かせることができるんだけどこ,のうまく動くあのこれを知らないとこのレッスン今日学んでいることを理解して実際に実践して試すと分かるんだけどこれが分からないとその自分の行動が止まっちゃうっていう感じでやる気が足りないんだとか自分ができないんだとか。 っていいういうううそ間違い真実ではない、間違っているところで、そこでまたちょっと固まっちゃうんですよね。ねなので、それを外していきましょう。<All right. S 1> でねこのね、私たちが反射的に感じる不安っていうのがあるじゃないですか、このゾッとする、断ったらゾッとする、ね、仕事帰ろうと思ってるんだけど、みんな帰ってないから、なんかゾッとする、ね。これはですね、これはホルモンのリアクション。ね、戦うか逃げるか反応。 というこれは本当にその人間の本能的に一番強いレベルのオートマティックリアクションなんですよね。例えば水を飲むとか。 ねあのえー、と子供を作りたいとかそういうのもあるんですけれども、ね、食事を食べるとか、ね、やっぱりその水を飲むっていうのはその第一の脳とかって言われているんですけどねこの,の爬虫類の脳とかって言われてるんですけどやっぱりそのね逃げるか戦うかっていうのはサバイバル的なので本当にこの脳の中のいろんな路線があるんだけど、ね、これはその脳が自動的に優先してくれるわけなんですよね。 そのサーケットがあるわけなんですよ。例えば、そのセーバー・トゥース・カー・タイガーが出てきたら、冷静に、ああ、でもちょっとね,ね、6メーターあるから、ゆっくり行ったら大丈夫なんじゃないんじゃなくて、ね、もう逃げるみたいな感じで、もう自分が考えてくれるより、早く体がリアクションをできる場所に整えてくれるんですよね。これ、ヘビとかもそうなんですよ。あのヘビが現れて、人がゾッと動くじゃないですか。これは本能的なリアクションなんですよね。うん、でいろんなこの神経ののシステムとかがあってあの特に目の 目線の下の部分にヘビみたいなのがあるとあの人間はうわってなるんですよね。あの枝とか木とかでもね,ね。同じような感じで体、自分考えていないのに動いてくれる。なのでこの戦うか逃げるか反応っていうのはなんかやばいことが起こるぞってなったら、ね、自分が考えていなくてもうわってなってくれるわけなんですよね。ちなみに面白いのはこれ知ってる自分の目っていうのはリアルに脳なんですよ。脳とつながっていて目は脳なんですよね。知ってた <laughs> 僕知らなかった。えみたいな、そう、目はノーなんですよ。これ科学的にデータ。本当に目はノーです。はい。じゃあ、行きましょう。OK。なので、このね、ゾッとする、ね、やりたくない、ね、行動したくないっていうのは、怖いから動けないっていうのは、これは本能的なことだっていうのを忘れないで、ね、これ、どこに、ね、あのどこのリスポンサビリティっていうのか、やっぱり、返答体。 ね、そのストレスホルモンがリリースされるこの扁桃体に情報が入ってくると戦うか逃げるか反応がアクティベートされるよっていうことなんだよね。でゾッとするのはストレスホルモンのリリース、ね、脳の中でエピネフリンが流れて、ね、ア,ドレアドレリンが流れてきて、ね、だからその戦うか逃げるかっていう。ね、でこの逃げるっていう方がアクティベートされる。ね、戦うんじゃなくて逃げるっていうか。ね、で面白いのはねこれなんだけど自分が。 恐れる時あるじゃないですか。これやらないといけないんだけどやりたくないなとか、ゾッとするとか、ね。実はこれは脳の中からね、脳は、これは本当に今起こっていることなのか、自分が想像していることだけなのかっていうのがわからないんですよね。わ、ね、からないんですよ。ね、だから、よくオリンピックで、オリンピック選手たちが目を閉じて、なんかトレーニングする、想像、イメージトレーニングするとか。 ね、この脳はイメージななのののかかか本当に起こっているのかってていうのが分からないるうがらんですよねだから自分がなんかやらないといけないんだけど怖いこととかねあ,あのもしかねあの例えば僕もよくあるんだけどちょっといい例は出てこないんだけどね例えばそのなんか想像してあこんな月曜日この仕事あ月曜日仕事行かないといけないんだっていうのあるじゃないですか土日でよかったな僕なんかちょっとグレーな場所で働いていた時はそのあ仕事やりたくないなって言って週末で楽しんで美味しいもの食べて美味しいもの飲め <laughs> リラックスできるんだけど仕事を考えると、ね、お腹が重くなってうわーってなる、ね。これリアルにコルチゾールがリリースされているわけなんですよねストレスホルモンが。だから脳は今それが起こっているって思っちゃってるわけなんですよ。Okay? なのでこれを僕たちはコントロールできるようなシステムその方法もあるのでこれを今日紹介していきます。<All right. S> 1> で1つ大切なこと。 ね、これはあの本当にも、もしこのレクチャー、ね、このウェビナーというか、この、ね、YouTube 教室で、一つだけ忘れてもらいたいこ、忘れないでっていうことは、ナンバーワンはこれなんですよね,ね。本能的に反射的に感じる最悪のケースとは、現実的に起こる最悪のケースとは違います。違います。OK? もう一回言うね。 自分が反射的、想像しちゃう悪いことが起こるっていうのは、これは感情なんですよね,ね。これは死ぬっていうことを感じています。危険性、命の危険性。でも、事実は何か自分の行動をアウトプットするぞってなって、ね、心のブレーキを外すとか、なんか仕事を断るとか、ね、上司の仕事を断っても死にません、ね。その会社でクビになっても死にません。ね ね、これちょっとまた、ね、深く話すんだけどねだからその反応的に感じるゾッとするっていうのはね現実的な最悪のケースとは違うんです違うよっていうことなんだよねあらオーケーで例えばねあのー、僕あのー、ねライフコーチなのでちょっと例えばライフコーチになりたいなっていう人何人かいたらぜひ Like ボタンを押してねコメントでクリスさん 面白いビデオ、Thank you みたいな感じでなんかコメントもらえれば嬉しいんだけど、ライフコーチで起業するっていうのは結構怖いわけなんですよ。まあ本当に起業自体が結構怖いと思うんだけどね。ねじゃあちょっとライフコーチを起業してね、起業するぞっていうのを Example、Example にしてみましょう。Okay、でこの場合の例えばアウトプットが必要なのはね、この、だ 簡単なウェブページを制作して、Facebook に広告をかけるっていうのが、一つのなんかアクションステップ、アウトプットにしましょう。やっぱりビジネスを学んでいると、ね、その商品を良くするっていうのがあって、じゃあライフコーチの場合だったらコーチングすると、マンツーマンのコーチングっていうのはできますよね。それ商品として。じゃあこれをね、宣伝しないといけない。営業しないといけないわけなんですよ。なので、じゃあ簡単な Web ページを作って、本当に Facebook に広告をかけようと、ねで。このアウトプットっていうのは、実はこれ深く考えると、短期的な痛みなんですよね。 短期的な痛みっていうのを選ぶと長期的な痛みがなくなるんですよね。これ次のスライドで説明するのでちょっと頭の中に種を入れてください。アウトプットっていうのは短期的な痛みです。ね。だからアウトプットが楽になる方法っていうのは僕は知りません。ね。短期的な痛みっていうのは事実です。チャレンジです。Okay? でも僕が教えられることは、ね、説明できることは、ね。 チャレンジが楽になるんじゃなくて、チャレンジしたくなる精神っていうのは持つことができるんですよね。ね。さっきのあの、ボクサーが戦いでね、鼻折れても進むみたいな、そのような感じで、バトルモードっていうか、サムライモードっていうか、そのような感じで、チャレンジに向かって、かかってこいやっていう精神を手に入れることは、 あのあの実際にあのこのウェビナーを通してもらうことができるんだけどこのチャレンジが楽になるチャレンジがなくになるなくなるっていうのは僕はあのああのちょっとそのやり方はできないんですよねもちろんそ,あのそのようなことを考えることはできますよ例えばそのチャレンジっていうのは本当に怖いことなのかいやいや自分がその戦争に行って、ね、に戦争に連れてかされて戦争に行きたくないのにでなんか知らないところに行って弾がビンビン飛んでて仲間のたちが弾に撃たれてねなんか本当に、ね、なくなりな ながら泣いいいててって,て怖い夜が来て敵が来来敵るみたいな、okay. それはチャレンジだ。それはやばいのよ。ね。自分がライフコーチになるってなって、Facebook に広告かけるっていうのは、それはやばくないわけよ。ね。そういう感じで、ね、今の、今のチャレンジを楽にするっていうのはできるんだけど、基本的にはこのチャレンジが楽しくなる。チャレンジが好きになる。筋トレやってる人で、ジムに行くのが好きになる。ファイターみたいな人で、ね、ファイティング、またマッチするのが好きになるっていうのは、あの、 意外と楽にアクセスできるようになって、で、意外とこれを意識できるようになると、自分でオンにして、ね、交換系システムオン。で、自分でオフにして、今度、副交換神経。感謝。愛。love。やりがい。真実。幸せ、ね。世界の痛みをなくしたい。 ここのそっちをオンにすするるとでできるんですよね,ねだから学校時代の時に永遠に塾を続けないといけない永遠に受験の,の,のためになんかねやりたくないことを続けないといけないそうじゃないんですよ。ね、アウトプットは自分の目標があってやり方を学んでじゃあどうやっていくのかっていうとこのステップ123があるぞって。 ね、だから受験みたいにやりたくない、ね、やらないといけないと悪いことが起こるぞって親が言ってて、みんなが言ってて、自分はこれあんまりやりたくないので、みんなが、お前やれやれやれって永遠に続けないといけないでこれ、これから逃げたい、そういう話じゃないんですよ。ね、自分がこれやりたいんだってで、これやったら現実的に、現実が良くなるぞって、家族を救えることができる、自分を救えることができる、でこれをやって世界も良くなるっていう、本当に本音の時代、本音のあなたが。 恐怖を感じていないあなたが本当にやりたいっていうこと、ね。あなたがやりたいことなんですよ、アウトプットっていうのは。でも怖くなっちゃうのね。ね。ね。Right. なので、でも短期的な痛みなんだよね。慣れてないからとか。o、ね right. なので、えーと、じゃあ必要になる行動は、ね、アクションは、例えばビジネスだからウェブ,セ、ね、ウェブページを制作してフェイスブック、Facebook、ね、口コミっていうか、えー、と募集をかけること。ね All right、で、何をやってるのって、ね。何をやってるのっていうか、今それはアウトプットをしていない。ね、そのアウトプットの代わりにもっと学びをしている。ね、本当は必要以上学んでいる、続けるんですよ、ね。アウトプットしていないっていうのを今自分が選んでいる。怖いからっていう場合にしましょう。わ、ね、かるかな今の。ねこのアウトプット、やらないといけないことをやっていないっていうことは、あなたはその時間を別のことに使っているわけなんですよね。 ね、例えばね変な会社の社長の要求とか変なクライアントフリーランスの人だったら分かるよね変なクライアントが「これも無料でやってくれない?」って言ってそれを断るっていうことに時間を使うこともできるんだけど、ね、それを断っていないとそれを断っていないでその変な要求に対して OK っていう「ヤスマンをやっているっていう時間を自分で選んでいるわけなんですよね。て、ね、会社があって、ね、帰,っ帰っちゃダメだよみたいなよう分かんないルールがあって。 ね、帰れるって言って、もう帰って、なんか筋トレするとか、遊ぶとか、おいしいもの食べるとか、家族と時間を過ごすとか、ねね、勉強するとかそれ、そういうことができるのに、それをしないで自分はなんか、会社で残っている、何やっているのがなんかいい時間の使い方じゃない、それを自分は選んでいるわけなんですよね、現実的に。ね、だから、怖い、怖くないっていうのを置いといて、何をやって、やアウトプットをしていないから、自分がやっちゃっているっていうこともあるわけなんですよ。 ね、でこれを明確にすると、じゃこれを3年後、これをずっと続けていったら、3年間どうなるの、ね、例えば会社、ね、本当は仕事終わったら帰って、別の勉強とか、ね、ヘルシーなこととかに、ね、そういうそれを、それができたら3年後、自分の人生どんなに良くなってると思うでも、それをしないっていうのを3年後続けていたら、どんなフラストレーション、どんなもやもや、どんな会社に対しての憎み、怒りとか、ね、自分のエネルギーが減ってくるとか。 ね、するとその3年後の自分がこれは自分はのこれがやばいぞっていうことになって今度そのアウトプットする時ももうちょっと楽になるんですよね,ねなぜかっていうと今自分が選んでいることを続けるとやばいことが,が現実的になるって知ってしまうとこの楽な方がきつくなっちゃうわけなんですよ会社を出ない仕事が終わっているのに会社に残っているっていうのが楽じゃないですか、ね、断らない方が楽じゃないですかでもこの 何が本当にこれを5年後、3年後、5年後、10年後、何が起こるのかっていうのを知ってしまうと楽じゃないんですよ。ね ?OK ち。ちょっとこのメインに戻ろう。今ちょっとアドバンスだったね。ごめんね。これはあの、あの、心のブレーキを外す方法っていうウェビナーですごい時間をかけて、30分ぐらい時間をかけて説明してるコンセプト今ね、30秒ぐらいで <laughs> 説明しちゃってごめんね。All r i g h t なので、このアウトプット。ね。今、自分が続けている活動っていうのがあるんですよ。アウトプットをしているっていう活動を選ばないで、 ね、今はその学び続けているっていうのを選んでいるいことなんだよね。Okay. でよしじゃあアウトプットして起業するぞっていうウェブサイトを作って広告かけるぞってなるとゾクッとすると、ね、感情的になって想像するっていうのが反射的この死ぬかもみたいなのが破、ね、門されるとかサバイバルに身を感じるっていう自分の脳が考えちゃっていることが、ね、例えば広告が全然うまくいかない。 ね、一人も入ってこれないとか、ね、入ってきたら、ねなんかこうね、その商品を買った人から全員クレームされる。ね、で本当になんかネットで悪口し立たれて、もう自分のライフコーチになるっていう、起業するっていう夢ができなくなってしまって、でもうアウトになっちゃう。夢が叶わない人生で終わるかもしれない。ね、怖いと、ね。こういう感じなんですよね。ね大失敗してしまう。ね、でも 皆さん、前回の先週のビデオで学んでくれたと思うんですけれども、丸抜感覚は学校の話。ビジネスは丸抜感覚ではありません。人生は丸抜感覚ではありません。魂の視点からすると、三角が起こるんですよね,ね。だから、想像している最悪のケースはねもう本当に大変なことが起こる。死んでしまうみたいな、ホームレスになって多摩川でぷくぷく浮かんでいる自分を発見されるとか <laughs>、そういう感じなんだけど、リアリティはね、 現実的な場合は、最初の数円でお客様からの返金のお願いが来る。いきなりうまくいくわけないんですよ。やっぱ時間かかるのよ。全然 OK なのよ、返金が来て。で、すると返金するときに、なんか、どこが問題だったのとか。でもうちょっとよくできたところないとか。でそこでフィードバックをもらって、自分のコーチングを改善することができるんですよね。 ね、でこれ三角の視点なんですよするとこの三角を丸に変えて次のアウトプットでまたレベルアップすることができますよねなのでこれ先週の哲学ナンバースリーで言ったことなんですけれどもアウトプットをするとね三角が起こるっていうことなんですよ、ね、学校みたいにね丸×ではないんですよ合格ノー合格、ね、OKNG、OK、じゃないんですよ、ね、でいい大学に入れなかったら私の人生が永遠にダメになるみたいな感じじゃないんですよ、ね All right. なので、ね、何をやるのかっていうと、アウトプットのプランを作ると。で、これは失敗しても大丈夫だっていうのを判断できるような、このね、先週もちょっとお話したんですけれども、前のビデオで、このビデオの今からちょっとやっていくんですけれども、その価値があるなっていうリスクを取るんですよね。マジこれ、本当に失敗したら現実的にマジ。 失敗するぞみたいなのはちょっとプラン変更ですよね。これ別のところで話しているのでそれはスキップします。でもこれはリスクがある。現実的に失敗してもそんな悪くならないし、いや、三角の可能性もあって三角になったら丸に変えられるし、で今度うまくいったら逆にすごい二重丸になるよね。OK、じゃあこの行動には価値があるぞっていうのを論理的に判断できると。すると行動を動かすと。 で成功する時もあるし失敗する時もあるね。成功したらいいじゃないですかやったみたいなで次のアクション もう作っていくんだけど成功できなくても OK じゃあ三角やなーっていう感じになるわけなんですよで三角から丸のプランを作ってまたプランを作ってまた行動を続けるとでこれを続けていくと成功っていうのが始めてきて進みがあのモメンタムがついていくんですよねで実際に脳科学的にもテストスロンとかドーパミンとかドナリングがリリースされてこの筋トレが好きになる人に変わってきますね行動が好きになる人に変わってきますこれはね あの気のせいいじゃななんんでですよ本当に体が起こるこるとなんでねお面白いよね本当にね成功哲学っていうのを教えている人たちはもう何十年何十年前からこの同じこううようなことを言ってやっと本当に2020年今でやっと脳科学的がそれがあこうなってるんだこういうホルモンのサーケットっていうのがあってこれでリリースされてこういうふうにだから打ち強くなるんだとか、ね、打たれ強くなるんだ行動が好きになるんだって変わってくるわけなんですよね面白いよね。OK なのでこれが本当のマンですよね、このサイクルが、ね、このサイクルが、アウトプットを続けるっていうのが人生で丸を欲しいんだったら、これをやると。で、逆にあの、普通の場合はアウトプットが怖くなるからやらないと、反射的に、ね、恐怖を感じる、ね、身に危険を感じるから。で、価値があるリスク、本当はこれ失敗しても OK、でもうまくいったらすごいことが起こるっていう価値はあるんだけど、怖いからリスクを取らないと。すると、安心、安全ですよね。 仕事を断らない。ね。会社が、仕事が終わってるんだけど、会社から帰らないとか、怒られないから、安心安全ですよね。失敗しないから。ね。でも、よく考えると、人生は変わらないんですよ。これをやっていると。アクションを取っていないから。人生を変えるために必要な行動をとっていないんですよね。例えば、会社が終わって、ね、作業が終わって帰りたいんだけど、5時に帰りたいんだけど、7時まで残らないといけない。OK? それを変えたいんだったら、やっぱ帰らないといけないわけなんですよ、5時に。 残っていたら場面は変わらないんですよ。ね、安心安全、失敗しない、楽なんだけど、実は自分の人生を良くするための必要な行動を取っていない。ね、例えば、ボスと話して、ね、帰っていいんですかっていうことを明らかにして帰る。もしダメって言ったら、長期的に3ヶ月後とかで6ヶ月後には仕事を変えるっていうのを本気的に考えて、そのような行動を取っていくと、自分に合う環境を自分でマフス引き寄せの放送で作り出すみたいな。マニフェストって言うんだけど、ね、実際にじ。 自分の人生を変えることができるんだけど、その行動を取ってないわけからか、変わるわけないじゃん。ね。現実は変化しないよっていうことなんですよね。ねで、このサイクルで繰り返して、これが罰になっちゃうぜっていうのが、このスライドのポイントなのね。で、よくね、このアウトプットっていうのは、心のブレーキと同じだと思います。ね。心のブレーキを外す方法とか、いろいろあるんですけれども、心のブレーキっていうのは、やっぱりこれを、あ、なんか、とするわけなんですよね。本能的に感じることですよね。ね。なので、ちょっと見てみよう。OK。 で心のブレーキを見つけるっていうのが、この最初のことなんですよね。例えば、その奥さんと会話するとか、旦那さんと会話するとか、ね、言いたいことを伝えるとか、上司に話すとかね、ねその上司にね仕事帰りたいんだけど、帰っていいんですかっていう、帰ったらもっといい感じでもっと次の日、もっと働きたくなるのでって、みたいな、その自分の,その怖いなーっていうことを見つけて、<laughs> ね、で短期的なチャレンジ、ね、奥さんと話す、旦那さんと話す。 ね、ダイエットだったらちょっと短期的なラーメンをやらないで、ラーメンを食べないで、ジムに行くとか、筋トレ始めるとか、ね、上司と帰っていいんですかっていうことを話す、断、ね、りたい仕事を断りたいんですって話す、短期的だよね、長期的じゃないよね、短期的なチャレンジを取ると。すると、うまくいく。ね、また、うまくいかないときもあるんだけどね、その三角ですよね、どうやったらうまくいくんだって。でも、おそらくうまくいくんですよ。 普通の場合はね。でも、何回か、この恐怖は何回か感じるときありますよ。 ね、もちろん、慣れていくまでにはね、皆さんそうですよね、最初、車運転するとき、最初、ね、すごい怖かったじゃないですか、うわ、大丈夫、高速乗る時ときと、例えば、のそのさ、えー、と渋谷の次の、えー、と表参道のな高円寺だっけ、なんか、あのー、富士フィルムがあるところで、ね、高速道路乗って、六本木方面に行くときに、なんか高速道路がマジ、本当、20メーターぐらいなんですよ、いや、もうちょっとあるんだけど、もう、乗ってると20メーターに感じるマジで、なんか、猛スピードで高速道路、車が動いてて、ね、こんな短いところで乗るのかよ、みたいな、もう死ぬ、みたいな感じで高速道路乗るんだよね、そこ、ちょっとそこで。 前住んでたんだけど、ね、でも、慣れると、なんか、乗れるようになるわけなんですよ。ね、で断るっていうのも同じ、ね。旦那さん、奥さんに言うと思ってて言えなかったことを伝えるっていうのも同じ。慣れるとできるようになる。ね、仕事帰るのが、ね、残らないといけない。その会話をする。怖いかもしれないんだけど、ね、それ、慣れたら楽になるわけなんですよ。ね。だから、それは知っといてね。 知っといていいくださいねする,とするとこのゾッとする時にそれを外せるような感じの,あのもうあるよねって自分でその成長型マインドにね変えていくことができると思います。Right. で改善できて学べることもあるよってね三角ですよねで。するとこの辛い現状が変わってきます。自分の人生を変えるために必要なアクションを自分でとっているから。 ね、で、本当の問題っていうのがなくなってきて、で、成功がさらに起こって、そして続いていくっていうわけなんですよね。ケ、okay? ーで、心のブレーキを外さない方、ね、ここのブレーキを見つけないとね。ね。で、すると短期的なチャレンジは取らないと。ね。すると、安心、安全ですよね。チャレンジしなくていいから。ね。短期的な痛みを経験しなくていいから。でも、現実的には成長しないと。ね。で、えーと、辛い現実が変わらない。ね。本当の問題は 永続する、続いていく、ね、日々の辛い経験が続く。例えばその、ね、断れないとか、ね、だからいつも仕事が来て、それを断っちゃダメだよとか、だから、ね、遠慮できない。あのー、遠慮しない、うん、あと、仕事が終わってるんだけど、帰らない、ね。これずっと続くわけなんですよ。なんかその旦那さんとかに言いたいことを言えないから、ね、奥さんに言いたいことを恋人に言いたいことを言えないから、ずっとそのなんか嫌みっていうか、怒りがたまるとか、ね、ネガティブになって、その人が嫌いになっちゃうとか。ね、話せばいいのに。 でもその短期的なチャレンジが怖いから、ね、本能的に怖くなっちゃうから。ね、なので、これをこのサイクルを続けていると、やっぱり自分のフルポテンシャル、本当はもっといけたんだけど、いかなかったっていう感じで人生を過ごしていくっていう形になってしまいます。Okay. なので このね、セクションのポイントっていうのは、それはやっぱり人生を良くしていくっていうのは、その自分が本当に求めることを見つけて、ゴールセッティングで、ね、こういうふうにしたいなって、そしたらどうやったらそこに行くのかっていうのが自然に分かってくる。ね、誰に聞けばいいのか、誰に相談できるのか。ね、あなたが、ね、世界で一番最初にこの悩みを感じたっていう人ではないと思う。ほ、ね、に絶対このあなたが今経験している辛い悩みとか、辛い問題っていうのを、ね、乗り越えた人。 いいるるかかかかから絶絶対対本とかとと講演会とか、ね、世界には何枚か絶対いるわけなんですよでそういうところからやり方を学ぶと、ね。必要だったらなんかコースを購入するとか、ね、学ぶと。で、今度アウト、ね、行動するっていう、心のブレーキを外していくための行動するっていう具体的なことが明確になってくるから。で、これは短期的な痛みなんだよね。でもこの短期的な痛みっていうのを自分で選んでチャレンジすると、ね、丸抜感覚じゃなくて、この三角感覚っていうのを使っていって、 でその成長型マインドを身に自分が変わっていくとですると成功し続けるようになる、ね、負けても悔しいっていうのはこれもホルモンバランスなんですよねこれは負けてねあダメだって言うんじゃないか負けても絶対勝ってやる、ね、ボクサーが負けたらあいつ今度絶対リチャージリマッチしてやるってよくあるじゃないですかそのプロのボクシングの業界とか UFC とか、ね、レスリングとかでもねあるでしょ同じような感じで悔しいって言ってこのその悔しさ負けても アクセルを踏む、リーンインする、ね。逃げる、耐えるじゃなくて、戦うっていうところにアクセスするっていうのは、実際にあの本当にできることなんですよね。あの初めてこの話を聞いている方は、驚くほどこれできるようになって、自分があこんなに強かったんだっていうのがなんか、ね、気づいていけれるようになると本当に思うんだよね。い <laughs> すいません。じゃあちょっとね、あの戻っていきましょう。Alright. なので、ね、これ、ね、長期的な辛い経験。 ね、長期的な辛い人生っていうね、をなくすには短期的なチャレンジ、アウトプットっていうのが必要になる。ね、そうですよね。だから仕事、帰られない仕事があって、ね、もう仕事が終わって帰りたいなんだけど、OK。じゃあもうその短期的なチャレンジっていうのは、その上司、社長に話して、この会社のポリシーはオフィシャル的に何なんですかって。ね、なぜこれ残らないといけないんですかって。仕事が終わっても帰ってもいいんじゃないですかって。 でもし会社が、OK、じゃあ、いやいや、仕事が終わっても残らないといけないんだよ、うちはそういう会社だから、みたいな、そういうことを言ってくるんだったら、現実的に、OK、じゃあ僕、キャリアをスイッチしようか、せめて、会社は変えようかっていうオプションも考えていいわけなんですよね。もちろん、楽じゃないよ。ね、この逃げるか戦うかの、ね、逃げるっていうか、その,その前の耐える、ね。逃げることができないから、逃げたらね、 仕事辞めたらもっと大変なことになるって思ってて、ね、だから逃げることもできない、耐えるしかできない、もうそうじゃなくて、戦うっていうのを選んで、成長する、成長型マインド、ね、戦うっていうのもっといい方法があるはずだって言ったら、どうやってそれを見つけるんだって、自分のビジョンを見つけて、ゴールを見つけて、アクションステップを明確にすると、一つのオプションは、ね、もしかしたら会社を変えるっていうこと。で、それは短期的なチャレンジ、楽じゃないよね。 で面接なんていっぱいね、ストレスになるし、ねで、面接うまくいくかうまくいかないのかっていうのもあるけど、でも実際にそれが終わったら、その短期的な、例えば3ヶ月とか6ヶ月の短期的なチャレンジを乗り越えることができたら、自分の環境が大きく変わっているっていうわけなんですよね。ねでも最初はその上司と話すっていう短期的な、ね、本当に10分のチャレンジからスタートすることもあるんだよね,ね。でもそれをしない限りは、この辛い経験っていうのが長期的に続くわけなんですよね。 ね、長期的に続くわけなんですよ。会社ずっと残れないとか。ね。ほほほ本当にこういう環境は、これを40年経験して生きていたサラリーマン、今引退されている方は多いと思うんですけど、そういう方たちはいっぱいいらっしゃいますよ。マジ。本当に、ね。これをやらなかったっていうか、この短期的なチャレンジ。まあ、でも時代的にね、そういう、何言ってんのお前なんて、7時まで残るなんて、7時に帰るのが早い方だろうとか。ね。 お前ね仕事が終わってんのに帰らないち言ったらもっと仕事見つけろよお前本当にできないやつだなみたいなすごいなんかネガティブブレイントラマーダメージだよねこんなハラスメントパワーようかんないけどね,ねだからそれをポジティブに使えることもできるよ戦うっていう感じででもその戦うっていうのを選ばないと耐えるっていう感じになって自分が望まない環境に自分がいるっていうことだから自分の固有振動数とあなたがいる場所の振動数に共鳴を感じないから鬱になって体が壊れたり病気になったりとかねムードがてう ちくなってあのだからこれを乗り越えるんだったら短期,的なポイン短期的なチャレンジしないといけないんだよって怖がらなくていいんだよっていうのがポイントです、right. だから自分が恐れていることに光を照らさないといけないわけよ短期的なチャレンジって何なのって、ね、具体的に紙に書かないといけないんですよで、ねねね、そうしないと長期的な辛い経験が続いちゃうよっていうことなんですよ、ね、でうんこれ言ってるよね だからあ、今ちょっと説明したんだけど、自分が望む、ね、本音のバイブレーション、あなたの本音っていうのと、ね、あなたが実際に取っている行動に、がマッチしてないんですよね。ね、あなたの行動と、あなたが思っていることがミスマッチしているわけなんですよ。だから、これは英語で、it's dysfunction。Function してないんですよね,ね。機能不全なんですよ。ね。ファンクションっていうのは、自分の心が求めていることと、 ね、自分のとっている行動が同じになっているとこれファンクションなんですよ。これができるようになると人生がすっごい大きくなってくると思うんですよね。でも自分がこれは望まないっていうことをずっと続けているそのアクションをとっているとディスファンクションがあってガタ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 している人生になっちゃうと僕は本当にあの思います。<All right. S 1> ね、なので、ね、チャレンジしない限り現実は変わらないと。ね で辛いチャレンジかもしれないけど、チャレンジしない方が、これ3年後どうなるの、5年後どうなるの、10年後どうなるの、チャレンジしない方が、もっと自分が望まない方が続くわけなんだよね。だから、チャレンジの方が、痛みとしては少ないわけなんですよ。ね、例えば僕がグレー企業にいて、ね、起業するっていうのはすごい怖かったんだけど、その短期的なチャレンジ、ね、6ヶ月とか3ヶ月の短期的なすっごいやばいチャレンジを、の方が、 ね、40年クレイ企業で自分のフルポテンシャルに行かないで仕事を続けてるっていうその痛みより短期的なチャレンジの方が全然ちっちゃいわけなんですよね。これを知るともっと行動が楽になってくると思います。All right. で、このチャレンジっていうのは、慣れると上手になり、痛みが減る、なくなる。ね。リアルに科学的にもテストスロンが、ね、リリースされるので、勝利の時に。本当にこうなります。ね。ボクサーで鼻を折れても戦っている人みたいな感じに。ね。そのモードにアクセスできるようになってくるよっていうのが現実なんですよね。a l r i g h t あ、これ。これ、ごめんね。今、自慢旗だっけど。OK。で、僕がこれちょっとスピリチュアルな面で見ると、ね。チャレンジっていうのは、セルフリスペクトだと思うんですよね。 ね、セルフリスペクトっていうのは自分を尊敬するっていうことなんですよね。で人間っていうのは本音を常に感じられると思います。ね。こういうの求めてるなとか自分のゴールはこれだ自分のビジョンはこれだっていうレベルではまだそこまでいかないかもしれないんだけどこれ嫌だなっていうのは分かります。これしたくないなって。ね,ねで。これ逃げるとは違うことなんですよね。 それはちょっとね、まさにこの,このシリーズ、このアウトプットシリーズが逃げることとは違うよっていうのが、もうあの明らかにさせていただいたと思うんですけど、ね、好きなことだけにやるっていうことじゃないんですよね。ね、楽じゃないよ、チャレンジは。でも、かかっていくと。ねで、その本音が思っていることと行動をマッチすることがセルフリスペクトだと思うんですよね。で決して都合いい話ではないんですよね。 これをセルフリスペクトしない方が楽なんだけど、でもそう、セルフリスペクトしないと、この長期的な痛い経験を断ることができない。成長するっていうのが怖くなっちゃって、ね、あの今の状態が続いちゃうとか、そういうことなんですよね。ねだから、面白いのが、このスピリチュアル的に考えていくと、本音ではない行動を取ると、本音で望まない現実が起こるんですよね。ね。 本音で望まない現実を作る結果になるんですよこれ当たり前ですよね,ね自分が本音に望まないことをアクションを取っていると何が起こるのってもう一回言いません、ね。自分が望まないこと例えば会社で5時に仕事が終わって帰りたいんだけど帰らないっていうアクションを取ると何が結果になりますいいこと起こります自分が望まないことをやると起こるわけないですよね 神様、神様って言ってるけど、神様はあなたですよね。あなたが選ぶことできるんですよね、チャレンジっていうのを。あなたが本音で感じていることをこの現実でマニフェストするぞ、引き寄せさせるぞって、作っていくぞっていうのは、ね、あなたがその面で神様ですよね、自分の人生をコントロールできる。ね、他の人とか、他のファイヤーパワー、私に力がないんですっていうことではないですよね。なぜかっていうと、会社の上司と社長に話すことだけだから。会社終わって、ね、仕事終わってたら帰っていいですかって。 脳って言ったら現実的にじゃ会社変えるかっていうのを考えて実際にそれ現実的に会社変えることができるかって言ったらできますよね。じゃ自分が自分の神様みたいなパワーを持ってるわけでしょ。そこにアクセスしていくわけなんですよね。で、それは本能的なものだからその本能的に体のホルモン的にあなたを守ってくれるような存在、パワーがあるわけなんですよ、脳に。それにアクセスリアルにできるよっていうことなんですよね。 ね、もちろんあの、ね、いろんなその睡眠の調整とか、ね、冷水シャワーとか、アドレニンが高まるブレスの方法とか、いろんなサプリメントとか、ね、テストストロンのサプリメントとか、いろんなのがある、でそういう感じであのバランスもできるんだけど、あのサプリを取る前にはね、実際にこういうことを知っているお医者さんに一回相談してでいただけると、ね。例えば、フェッシュオイルとか、ね、オメガ3、ね、DPA e とか、いろんなそういう、ね、あの本当に自分のホルモンバランスをもっと良くして、例えば睡眠とか、ね、夜10時。 10時時から朝4時の間には強い光を見ないなぜかっていうとその強い光を見ると自分のワクワクホルモンドーパミンが減ってくるわけなんですよねだから本当に徹夜するとか夜ね10時以降に強い光を目に加うと自分の次の日のやる気が減ってきますこれは事実です。 ね、で,なで、その次の日、やる気出ねえなって、やる気出るわけないんですよ。<laughs> それ、ねうん、うん、お、okay、も面白いよね、この話。なんかすごい長,長いウェビナーでね、もうちょっとお話ししたいなって思うんだけど、もうちょっとやっぱりしっかり、ね、資料をまとめて説明したいなって思いますので、すいません、ちょっとね、道を飛んでしまったんですけれども、セルフリスペクト。ね。 ね、だから自分の本音で本音が望むことをアクションすると本音の世界に変えていく、ね、自,分のか自分が神様っていうか自分にパワーがあるよっていうことなんだよね。でよく僕はは思うのは、ね、特に日本 日本の場合は多いんですよね。アメリカの場合はそのポリスとか、なんかそういうね、あの自分より怖い人が来ると、ね、もちろんその人が言うことを聞くんだけど、なんかでも日本の場合はその、ね、やっぱりその大人様、お殿様のね、あの歴史っていうのがあったので、その自分より偉い人がいるとあ、この人偉いから、みたいな感じで、ね、聞くんだよね。会社がこういうふうに言ってるから、ね、何言ってんの、ね、よ、お前なんか仕事終わってんのに帰りたいなんて何言ってんだよ、みたいな、ね。自分より偉い上司のこととか、社長のこととか、先生のことは聞くんだけど、 ね、あと、社会が思うこととかは聞くんだけど、自分が本音で思うことは、ね、耳を聞かせないっていうか、それは、ね、無視するっていうか、そういう感じですよね。だから、そろそろこの恐怖がある人生を終わらせていきましょう。マジ、ね、世界を変えていこう。今、世界のチャンス、変えていく波が来ているからね,ね。変えていきましょう。で、本当に自分のフルポテンシャルと、ね、そこにアクセスして、輝いて生きていきましょう。 All right、じゃあね、本当にこのウェビナーのメインに入っていきます。それはですね、このアウトプットを考える、ね、心のブレーキ外すっていう、ね、本音の自分と向き合うとやりたいなっていう時にに、ね、ゾッとする恐怖が出てくるじゃないですか。これを6分で外す方法っていうのを紹介できればなって思っております。ね、クリス、いろんなことを教えてくれてありがとうみたいなね、ちょっと、ね、実際に行動していくとき、でもゾッとするんだよね。どうやってそのゾッとする不安を外すことができるの一つのやり方はこうです。もちろん他にもいっぱいあると 思んだけどね、でも僕が知っていて本当にこの脳科学的にもあってあのリアルに聞くのはこれなんですよね,ね。なのでぜひですね、これを1回学んでいただくと本当に人生が変わってくると思います。ちなみに僕がアウトプットしてなんか行動する時に止まってしまう時は必ずこのプロセスをやっています。するともう気持ち悪いほど行動が楽にできるようになってしまうんですよね。本当に。ぜひね、これはなんかね、大学とかでね、あの高校とか中学とかで教えて。 なんかね、学校教育の中に入ってたら嬉しいなと思うんだけどちょっとやっていきましょう。Right. でちょっと復習になってしまうんですけれども、ね、あの反射的に感じる感情 ね、不安、恐怖は、戦うか逃げるか反応のホルモンリアクションっていうのを忘れないでいただきたいんですよね。だからアウトプットしないといけない、ね、ウェブページ作って広告書けないといけないってなると、ゾッとして嫌だな、ね。これ同じですよね。上司と話さないといけない。ね、仕事帰りたいんだけど、5時に終わったら、ゾッとする、怖いって。Okay? これは、逃げるか戦うかのホルモンリアクション、ね。人間の本能に一番強いレベルの自動リアクション。 これは第2の脳の扁桃体の部分がアクセスされていてもう脳はこれをやると死ぬぞっていうそのようなレベルの恐怖を感じています。Okay? 現実ではないんだよね。これはリアルにストレスホルモンのリリースが起きて本当にその性別災害が出てくる殺されるみたいな恐怖で心臓が高まってコルチゾールが流れてエピネフレーナーアドレナリンがリリースされて、ね、本当に怖くなってしまう、ね。逃げることができないから耐えるしかない。ね、そういう感じでこのね 責任があると人が動くっていうこと、その反対側の止まっちゃうっていうことなんですよね。ねで、さっきも言ったんですけれども、この部分は、ね、脳が考えていることなのか、実際に起こっていることなのかっていうのは,脳は分からないっていうのを忘れないでくださいね。Right? でこれを外す方法は、実は紙に書くだけで、 この第三のローをアクティベーションすることができるんですよね。紙に書くっていうのは論理的に考えることなんですよね。前も言ったんですけれども、何かアウトプットするときにゾッとするっていう反射的な感情っていうのは、現実的ではないんですよね,ね。この死ぬかもしれないみたいな。 ね、僕は、この前やあの、若い時っていうか、YouTube スタートした時にあったのは、YouTube で動画をアップしたら、なんかすごいなんか、ね、ネットで叩かれたり、YouTube ですっごい叩かれて、みんながそのことを知って、僕の仕事がうまくいかなくなって、で辛い企業、辛い会社のグレー企業のところに戻って、なんか分かんないんだけど、ホームレスになって、で僕が玉川で死体が、僕の死体が玉川で発見されるって、本当に思ってたことがあるんですよ、YouTube に動画アップするっていうことで。マジ ね、だからすごいすごい本能なんですよねこれは。でよく考えると何言ってんやっていう感じじゃない。だからどうやったらよく考えるんですか 一番早い方法は紙に書くことですよね。なぜかっていうと、この扁桃体がアクティベートされて、この第二の脳がぐわーって動いてて、それ相のが流れているときに、おい、ちょっと待ってって言って、紙に書くと何が起こるのかっていうと、この考えをフリーズすることができますよね。フリーズしないと、感情っていうのがいっぱい脳の中で流れているわけですよね。これを紙に書くと、一つの感情をキュッて絞って、一回止めるわけなんですよ。で次に何が起こるののかっていうのを つなげて、OK、じゃあ現実的にその後に何が起こるんだろうっていうのを想像するとその答えが出てきますよね,ね。そういう感じで何をやっているのかっていうと、この第二の脳の動物的な本能的な、ね、脳をこの,あの人間の新皮、えー、質、 人間的な脳、第三の脳、えっ、ー、と、ニオコーテックスとか、プリフロントルコーテックスっていう部分をアクティベートするわけなんですよね。ですると、自然にこのゾッとするっていうのがなくなる、または減ってきます。で、超怖い場合は、ちょっと減るっていうのを感じると思うことができるんですけど、ぜひなんかアウトプットで、そこまで怖くないことを、このワークでやっていただくと、あの実際に恐怖が減るっていうのを感じられることができます。 ね、例えばなんか、あのー、んかレストランで、えー、ようわかんないな、そこまでぞっとしないんだけど、なんかレストランでなんか、あのーね、マクドナルドみたいなで、このポテトもいかがですかっていうのは結構ですって言うじゃん。ね、それを恐れる人がいたらその、ぜ、あ、ひ、のーね、それを紙に書いてください、ね。ポテトを断ったらどうなるんだろう。あ 何も起こななないいなみたすすぐ減るんですよ、ね、なんかそういう場面でなんか遊びの感じでなんか飲み会を断るとか、ね、そこのクビになるとかそういうレベルじゃないような怖いことを、ね、飲み会に誘われるとかよく僕があったのはなんかイベントに誘われたんですよね行きたくないようなでお酒なんか誕生日パーティーのイベントとかでそこまで知らない人なんだけどなんかそこでなんかギフトを用意してお酒を持ってなんか料理も作ってそこでなんかワイワイやってで平日なのに夜の、ね、終電まで飲んで,でなんかね光をいっぱい食らってで睡眠をして。 がぶっ壊れて、そういうのを断りたいと。ね、で、あこれ断りたいんだけどどうしようか。そういうのにぜひこのプロセスをやってみてください。ね、すると、あ断っても大丈夫やな。みたいな、これが起こるか。みたいな、すぐ、あストレスホルモンが今減ったやっていうのを感じることができるようになると思います。Alright.Cool. なのでですね、実際のワークをやっていきます、ね。この3つのステップをやるんですよね。それはまず最悪なケース。ね、自分がこのアウトプットをしたら、ね、何が起こるのかっていう最悪のケースを想像してそれを紙に書いてみますで。それが終わったら次は現実的なケースを紙に書いてみます。で、もうね、最悪のケースを脳が想像してくれるんだったらもう最高のケースも想像しちゃおうぜ。ね、なので最高のケースも書いてみます。ね、すっごい簡単で ね、もしあなたがアウトプットするこの短期的な痛みの経験を選ぶ、ね、コンシャス的に意識して選ぶとしたら、現実的に起こる最悪なケースっていうのは何でしょうか。ね、これをリストアップしてください、紙の上に、ね。だからこの反射的に感じることじゃないってすぐ分かると思うんですよ。で、これが起こると、なんか現実的なこともちょっと見れるときもあるんですよね、チロチロ、あれこれ、こ,れこうやみたいな感じで。 ね、なのででもポイントはまず最初はこの最悪なケースっていうのを2分紙に書いてください。で2分以上ね2分で終わったなーって言ったら2分でいいと思うしもっとあるなーって言ったらもう2分以上、ね、遠慮なくいっぱい書いちゃってください。Right? で次。 ね、ちょっとペンを止めて次はですね現実的におそらく起こることっていうのを感じ書いてみてくださいねこれおそらくで結構ですからね何が本当に起こるかっていうのはどうしてもやってみないとわからないんだけどおそらく現実的にはこういう可能性があるよねってね,ね例えばその,、ね、その会社に対して、ね、仕事終わったら帰っていいですかっていうのを聞くんだったら、ね、もしそれを話したら何が現実的に起こる それれ紙にかけられますよね最悪の契約者はいきなりその場でクビになって、ね、永遠にクビになるって、でもそれ現実的にそれおそらくならないよねみたいな感じで,、ね、で。現実的なコースはいや、会社としてはその労働時間が7時まで残ってもらいたいっていう形で相手が行ってくる。またはそういうことがなかったら、現実的には会社はそれを考えるよね。で会社、仕事が終わったら帰っていいですかっていうのは会社は考えるよね。ねでもう一つは、その現実的には、OK、もしかしたら私はこの会社のカルチャーとマッチしていないかもしれない。 ね、そういうのもでで、現実的にもっと自分といい環境があるかもしれないというのが分かるかもしれない。いろんな現実的なのが出てきますよね。これをやってみると。ね、で、次がですね、このもう最高のケースも書いちゃってください。 ね、最高のケース、例えば会社の話したら、もう会社がそうだねって言って、ね会社かね、仕事終わってるんですけど、帰っていいですかって言っいいよって言って、いい社長がもうやる気満々になって、みんな会社終わったら帰るんだよって、通勤も長いし、ねでで、できればもう本当に家族との時間を楽しんでみたいな感じですっごい会社がポジティブになって、全員がよっしゃーみたいな感じで、急いで会社の仕事が終わらせるようになって、もう会社がすっげえポジティブになっちゃうとか。ね で、現実的に最高のコース、ね、ケースっていうのはもしかしたら、ね、会社は変わらないとでも自分が自分を変えてっていう感じで自分が本当にそのような会社を見つけることができるかもしれないんですよね言ってることがわかるかな、ね 自分がこの会社は変わらないんだって、仕事が終わってもドロドロ残らないといけないっていう、これがカルチャーなんやなって、それはその人のせいにしないで、会社が悪いとか、ニュートラルにして、でも自分はこことマッチしないから、っていうことはぜね別の会社が自分にあるわけだって言って、そこをいう会社を見つけて短期的なチャレンジを通して、そこに実際にスイッチすると、すっごいいい会社に自分を入れることができるかもしれないんですよね,ね。そこがもう3年、5年、10年とかずっと続いていくって最高じゃないですか。 ね、ポジティブ・テンキング、いろんなそのアウトプットすると、最悪なケース、現実的なケース、最高のケースっていうのがあるわけなんですね。これができるようになると、もう、 気持ち悪いほど、このゾッとする恐怖がなくなってくるわけなんですよね。そうですねもし、えーと、このワークについて、特にこの最後のステップについて質問がある方は、もちろんねあの、コメントに、YouTube のコメントで書いていただくっていうのも OK なんですけども、僕、あの必ずコメントに返信しているわけではないんですよね。でも、あの僕あの、本当に毎週、週2回、3回ほど、あの1時間のライブの Q&A の時間とか、実際にあのお話しさせていただくっていうのを、フライトプログラムっていう、 クリスの塾みたいなのをマンツリーで、あの税込み980円でやっているんですよね。もしですね、ちょっとこういうワークに興味があるとか、質問があるっていう、またなんかコーチングを受けたいとか、ね、またはこういうのを勉強している仲間たち。 いいる場所に自分を置きたたっってなったらぜひですねあのフライトプログラムを試していただければと思いますあの。ここのリンクをフォローしていただけると1ヶ月は無料でお試しできますので、その間に質問したりとか、でもしあの面白いなと思ったらぜひあのキープしてあの、ね、フライトプログラムをコンティニューしていただければ嬉しいんですけれども。 そこにはあの本当にあの10日間の瞑想のトレーニングとか感情のためのねフライトのファンデーショントレーニング3時間ほどのトレーニングが入っていたりとか本当にあのウィークリープラーニングマンスリープラーニング 人間、人間関係を良くする考え方、いろんなこの新しいコンテンツ毎月僕リリースしているんですよね。だからこのような勉強、あとビジネスについてとかも教えていますので、もしこのような勉強が好きな方はですね、ぜひですね、そこに入って一緒に感じでね、一緒な感じでみんなと一緒にやっていければと思います。All right, you guys. Thank you so much.All right. So, find your vision. Find your goal. 自分のゴールを見つける。 ね、そのために何をしないといけないのか、どのようなアクションが自分に必要なのか、やっている人から学ぶ、やっている人たちと一緒にいること、で、よっしゃーって行動を取る、それは辛いチャレンジなんだって、楽じゃないんだって、でもこれを乗り越えるといいことが起こるんだって、で、それをアウトプットするときにゾッとする、それを現実的にこの3つのステップを通して書く、最悪なケース、現実なケース、最高のケース、リスクを測る。 コミットしててアクションを取っていく忘れないでもらいたいのはアウトプットをいろんな一日の中で使う朝起きたら何のアウトプットをするのか自分を応援してくれるための一番効率がいいアウトプットをすること例えば朝起きたら冷水シャワーを浴びるとか、ね、呼吸法をしてアドレナリンをドーパミンとアドレナリンを自分の体の中で高めてで自分の獲物自分がチャレンジしないといけない自分の敵に挑戦していく。 そういう感じで連続で敵を倒していくともっとやる気が上がってくるこのサイクルに乗っていくことね大きい普通のやらないといけないことがあるんだけどあやる気出ないな全然違うあのやり方でこれが見えるようになってくると自分が尊敬していて行動をめっちゃ続けている人たちがなんでこんなに行動を続けられるんだっていうのが脳科学的に理解できるようになってくる。 自分もアクセスできる。神様、神様、私の仕事を変えてって。あなたが神様。あなたも神様の一部でコネクションがあるから、自分にもパワーがある。自分でできる。どうやったら自分にその神様の力があるのかっていうのを気づくのかっていうと、自分でやるとできるんだっていうのが気づいて、自分にもこういうパワーがあるんだって。 で、今度、そのパワーを自分の人生を良くするために使っていくこともできるし、周りの人たちの人生を良くするために、ね、子どもたち、地球の人生、地球の人類の人生、人類の人生、人類を良くしていく。動物たちね、みんなワンだから、人類はワンだから、ね、俺たち、自分、ね、僕たちで人類を良くしていくっていうところにエネルギーも使っていくこともできる。 愛をを通通ししてて感謝を通してでずっと頑張って頑張って永遠にゴールにたどり着いてももっともっとっていうそういうサイクルではなくてその感謝愛やりがい、ね、深い意味それも忘れないででパラシンパタティックとシンパタティック、ね、副交感と交感システム両方アク,アクセスできるようになって、ね、本当のあなたの本当の自分として輝いていってめちゃくちゃ美しく輝いてい宇宙の ビッグバングみたいな宇宙の輝きみたいな星の輝きみたいな美しく輝いてください。それが僕のたった一つの願いです。Alright, I love you guys so much. I'll see you. Hopefully next week. また来週ちょっと頑張ってちょっと休憩取ってたんだよね。YouTube 全然あのいろんなこと他のやらないといけないことがいっぱいあって。Uh. Alright, thank you so much. and I'll see you next week. Hopefully. Alright, love you. Bye. It's all life. It's all life.